北国新聞は石川県金沢市に本社を置く株式会社北国新聞社が発行する地方紙である。徴用ともに発行しており、全国ニュースは共同通信社と時事通信社から記事の供給を受けている。2019年の発行部数は富山新聞を含め長官297,857部。一方、富山県内でのシェアは 地元市の北日本新聞や読売新聞に押されて1割程度に止まっている。関連、有効法人などとして、富山新聞、テレビ金沢、金沢ケーブル、ネスク、FM、石川、ラジオ金沢、ラジオ7を、ラジオ小松、ラジオ、高岡の各種系列メディアを持つ。2005年以降は、社種佐賀家の追放からテレビ金沢開局などの経緯で、 希薄となっていた北陸放送との関係を取り戻している主筆の飛田修一が取締役に就任。2014年の日本共産党の調査で集団的自衛権について地方紙43紙の内肯定的主張を展開している3紙の一つである。一方、富山県の北日本新聞や福井県の福井新聞など近隣の県域紙は調査報道のコーナーを近年、 解説しているが、北国新聞では調査報道には消極的で、このような企画は当初から参加していない。かつて国民の祝日の発行号では、富山新聞と共に大事近くに、祝日には国旗を掲げましょうの表記があった。富山本社本社富山本社白山別館支社総局、すべて石川県内。のみ、津畑、白衣、輪島支局の野の市、剣。 山中、内田河北、宝立清水、志賀、都議、中野と、中島、穴水、野と、鈴、創設者は赤羽万次郎。公平を生とし、誠実を体とし、生理をヘッとし、公益を抜きとす。北国新聞は、朝鮮として、党派外に卓立すを、総管理念とする。この後引き続き、北国勇敢、北国日報を合併この旧社屋には、 北国行動という収容人員500名足らずの小ーホールが併設されていて、社内行事のほか、講演会、音楽発表会、演劇などのイベントにも利用された。また、北陸放送の本社が金沢市本田町に移転するまでは、旧社屋内に設置されていた。ヘリオスイコールヒーリオスは、北国エディティングレイアウトインプルーブメントオリジナル、システムの頭文字を取り、 ギリシャ神話の太陽神栄、リオスの名になぞらえたもの。1984年、日本新聞協会賞を受賞。命見つめては1990年、アップジョン医学賞を受賞。21回という数は、21世紀へ羽ばたく、北国新聞社との意味合いがある。近隣のビルよりも抜きんて高い上に、剣六園や長町武家屋敷などの観光地にも近く。 城下町の景観を損ねるとして論争となった。2002年には業界初の長官最大48ページ24個目のカラー印刷体制を整えた。また、戦時中は繊細にあった福井新聞の印刷を代行し、敗戦後もマリノニーリン天気や活字を送るなど再建の支援を行っていた。歴代社長、編集、赤羽根万次郎林正文。 赤羽万次郎の実定。帰船で旅行中遭難し行方不明に、林正道正文の養父。林正武正道の長男。佐賀安治正道の右腕だった、佐賀七兵の養子。金沢工業大学学園所代理事長。佐賀隆志安治の長男。北陸放送元社長の佐賀一平は実定。宮下良吉から1907年に11歳で入社し。 以来長らく社の中枢で働いた。1960年会長職に就くも、今日の休止により、社長に、社長引退後は、代表取締役顧問。宮下明、参議院議員、岡田直樹の実父日東周一21年間社長を務めたが、2012年2月29日付で、代表取締役会長に就任した。 高沢はじめ2012年2月29日付で代表取締役社長に就任。ぬくいしん2016年4月1日付で代表取締役社長に就任。大事の編遷編集、北国毎日時代を除き、北国新聞と名乗り続けているが、この北国の大事は時代により編遷を繰り返してきた。創刊期から北国毎日になるまでは、 横に長いデザインの文字で北国新聞と表記されていた。大字を戻した1950年以降少なくとも1953年までは北国新聞と行書風な書体で書かれた新時代の大字を採用していた。紙面の上部に表示されるタイトルも52から53年の2年間に限りザ北国新聞と英語表記であった。それ以降は北国新聞と 新聞書体風の文字で表記された。1980年から1990年までは北国新聞と新字体で表記された。1950年から1990年までは大事のもとに表記される発行者名や本文中に登場する社名も北国新聞社と表記していた。1991年以来大事も本文中の表記も北国新聞と 旧事体に統一され、現在に至っている。北国新聞社の社も、この年からは旧事体で表記している。当初は北陸放送と提携し、北国文化センターといった。場所は旧北陸放送社屋から千代田生命ビル、現北国新聞会館へと移動した。当初は文化で発刊。1953年に82号で週刊 当初は年2回発行2001年の第7号より期間となり現在に至る2007年により中央競馬において関連数北国新聞杯が新設される地方競馬では金沢競馬場で重賞北国王冠を実施しているが中央競馬では初めて第1回が行われる2007年11月25日の 北国新聞にはレースの開催が京都競馬場のカラー写真と共に一面に掲載されている。また、中央競馬の重賞レース開催日には出馬表がスポーツ面に掲載される。印刷工場では日本経済新聞、政教新聞など外部からの印刷受注も行っている。フランス南西市に本社を置くレストレピューブリカン社、中国、蘇州市の蘇州日報社、 ブラジル・サンパウロ市の日経新聞社と姉妹市提携し、記事や記者の交換を通じて交流を図っているほか、ロシア国営のイタルタス通信社と報道協定を結んでいる。将棋の起用戦の主催誌の一つであり、特に五番勝負ではそのうちの一局を担当するのが恒例である。以前は金沢市内のホテルなどで対局を実施していたが、2009年からは、 北国新聞会館が使われるようになった。金沢ケーブルの筆頭株主であり、同局及び加賀ケーブルテレビで、北国新聞ニュースプラスを放送していることもあって、第2テレビ欄は1ページのうちケーブルテレビ、CS 放送の番組表が半分以上を占めている。一方で、ラジオ局は自ら出資している、コミュニティ FM 局の掲載を優先し、 石川県内の系列外コミュニティ放送局である FMN1 及び FM 過北の番組表は掲載していなかったが2009年4月1日から掲載されることになった。富山県、福井県の長官テレビ欄に関しては1990年3月24日まで KNB テレビ BBT をフルサイズ、FBC テレビ、福井テレビをハーフサイズで掲載していた。 九百八十九年十二月三十一日までは新潟放送が小サイズで掲載されていた。テレビ金沢のサービス放送が始まった九百九十年三月二十五日からは四曲ともハーフサイズとなった。チューリップテレビのサービス放送が始まった九百九十年九月二十四日、チューリップ FBC テレビをハーフサイズ、KNB テレビ BBT、福井テレビを 小サイズに変更した。1990年11月29日、ワウワウサービス放送開始に伴い、5曲とも小サイズの掲載に変更した。以降の長官は、基本的に小サイズの掲載となるが、2001年2月13日から2002年12月31日までは、第2テレビ欄に移し、ハーフサイズで掲載していた。勇敢は、富山県3局を、 ハーフサイズ、福井県2曲を小サイズにしていた時期があるが、北陸朝日放送サービス放送開始に伴い、1991年9月24日から5曲とも、ハーフサイズに統一した。2000年12月1日、民放の BS デジタル放送開始に伴い、中面ラジオ欄の上段に、第2テレビ欄を設置。2001年2月13日、富山県、 福井県のテレビ欄を最終面から第2テレビ欄へ移動した。2003年1月1日、福井県2局の掲載中止。長官は2003年2月24日に掲載を再開した。2012年3月17日、有刊の富山県3局掲載を中止。長官では2018年11月30日に、福井県2局、2019年3月31日に、 富山県三局の掲載を中止。富山県三局に関しては、元日や新聞休館日のみ2020年4月12日まで長官に掲載していたが、2020年5月以降は掲載されていない。ラジオ欄に関しては、1985年10月4日まで友好関係のあった MRO ラジオを大サイズで掲載していた。 1985年10月5日以降は NHK ラジオ第 1NHK ラジオ第 2KNB ラジオ2000年11月30日までは北日本放送と表記ラジオ短波とともにハーフサイズへ変更となった FBC は1990年1月1日から掲載開始 FBC の掲載開始をきっかけに最終面から独立し1990年1月3日から 中面に、ラジオ欄の掲載を開始した。1984年12月18日の、FM 福井開局を皮切りに1985年4月1日には、FM 富山、1990年4月1日には、FM 石川が開局。それぞれサービス放送開始から掲載した。1996年4月以降、コミュニティ FM のラジオ金沢、ラジオ小松、 ラジオな尾が開局。開局日より、掲載開始。2003年1月1日、FBCFM 福井の掲載中止。以降は、ラジオ、高岡を掲載していた時期があった。一方で、ラジオ、高岡の掲載と同時に FM と山の掲載を中止した。2009年4月1日、石川県の系列外コミュニティ FM の掲載を開始。 長官では2020年4月30日を最後に KNB ラジオ、FBC の掲載を中止。有刊では2020年5月1日以降も KNB ラジオを掲載している。番組解説は通常に番組で写真なしの解説。また、テレビのチャンネル表記は、地上デジタル放送開始以前は、金沢本局と七尾のチャンネルを掲載していた。 2011年7月23日までは、リモコンキー ID の番号と番号の下に、デジタルの表記を記載。また、番組表内の文字表記においては、ステレオ放送は丸印に、スッと表記したほか、休時、タ体時を使用する人物の場合、休時、タ体時で表記する場合がある。2011年7月24日に実施した、地上テレビ放送の完全デジタル化を見据えて、 同年1月31日で G コードの掲載を終了。同年7月24日に番組表を改定し、チャンネル表記をデジタルチャンネルのみにしたほか、これまで中面で掲載していた、北国新聞ニュース24を最終面に移動した。フルサイズ掲載 NHK は、NHK 金沢放送局の番組、4分の1サイズ掲載ほぼ全番組が、 掲載されているものを記載する。すべて4分の1サイズ掲載。見物、聞き物欄は掲載されていない。BS ラジオ、FM 放送 CS 放送 CS 放送北国、新聞では以下のウェブサイトへのニュース配信を行っている。当初、ヤフーニュースでは石川県内のニュースのみを配信していたが、2021年2月1日に公式ウェブサイトがリニューアルした以降石川、 富山両県の記事を配信している。なお、北国新聞の公式ツイッターは2021年現在も開設していない並びに、県域市はすべて公式ツイッターを開設している。現在の関連企業の詳細は、北国新聞社採用サイト会社情報を参照。財団法人など企業ヘリオス導入を記念して、まとめられた社内記念誌。 過去の紙面から年ごとの特徴的な記事をピックアップした本。1993年に創刊100年記念として刊行したものの改訂版。かつて天下の書譜と歌われた加賀藩にあやかって命名。イベント映画制作いずれもテレビ金沢の番組、読売新聞とともに番組協力。ありがとうございます。